And she said, expect the unexpected. We were not expecting this. 7月24日にテイラー・スウィフトは新しいアルバムを出しました。サプライズで。私はまだ余韻に浸かっていて、受け止められてないんですけど、今回はその Folklore というアルバムの中のシングル、カーディゲンのミュージックビデオと歌詞を解説していきます。一応映画作成の学生ですから、ミュージックビデオに隠されたヒントを探りつつ、どんな意味深なメッセージがこもっているのか今日はお伝えしていこうと思います。このフォークローアルバム制作に手掛けたアーロンによると、彼女の気まぐれ、夢、恐れ、熟考の全てを注ぎ込んだアルバムみたいです。どこかでテイラーがインタビューに答えてたんですけど、美しくて切なくて繊細な過去の記憶を音楽として形に残したとどこかで言ってました。このミュージックビデオが解禁したのは YouTube なんですけど、そのプレミアチャットでもテイラー本人がどこか懐かしくて現実逃避できるアルバムだと言ってたので、全体的に柔らかいポンです。今までのポップとは180度違うミュージックテイストとなっています。でこのアルバム全体のテーマとして大きいのが10代の愛の三角形。高校生の設定だと思うんですけど、ジェームスっていう男の子とベティっていう彼女、あとジェームスの浮気相手、名前はわからないんですけど女の子がいて、今日紹介するカーディゲンっていう曲はベティがジェームスに対しての思う気持ちを曲にしたものです。歌詞を読み取ると、ジェームスとの交際は一生ものだった、特別なものだったっていうのがわかります。ちなみにこのフォークローのアルバムの中で August と Betty っていう曲があるんですけど、その曲を聴くと三角関係それぞれの視点を知ることができるので、ストーリー性があってとても興味深いです。このカーディゲンっていう曲なんですけど、歌詞を説明するとめちゃくちゃ長くなるので一部一部紹介していきます。歌詞の和訳を読めるサイトを下に貼っておくので、ぜひ気になる方も概要欄から見てみてください。先ほど言った通り、この曲はベティのプロスペクティブからの曲なんですね。 You drew stars around my scars、 私の傷の周りに星座を描いてくれた、あとコーラスの部分、そして私がボロボロのカーディガンになって誰かのベッドの下にいるような気持ちになった時には、あなたが私を身につけてお気に入りだって言ってくれたわ。このような歌詞からジェームスはベティを特別な存在のように感じてくれたと読み取ることができます。カーディガンを使った比喩すごくいいなと思ってて、誰だって物置の隅っこになんか思い出深いものが残ってたり、スーパースターのテイラーだけどみんなが共感できるような歌詞を書いてくれるのが才能あるなと思います。あともう一つ私の好きなパートなんですけど、 Stepping on the last train、 最終電車に乗り込んで、Mark me like a bloodstain、 私に血痕を残したあなたをね、 Leaving like a father, running like water、 父親のように私を離れ水のように流れていく。ここの部分でベティはジェームズが浮気してた時の情緒不安定な気持ちとか、置いてかれた側としての気持ちを表現しているんじゃないかなと思います。最終電車に乗り込んで、だから最後の最後にいなくなっちゃって、血痕を残してこっちは傷を負ってさっといなくなってしまったっていう切ない歌詞です。最後にピックアップしたい歌詞がもう一つあって、 When you are young, they assume you know nothing、 若い時はあなたが何も知らないって人々は決めつける。このストーリーの中ではベティはみんな何も知らないって言うけど、私は知ってたよ、あなたは絶対私のところに戻ってくるとっていう意味を込めて言っているんですけど、この部分を切り取るとテイラーは今の若者に向けての言葉を言ってるのではないかなと思いました。ネットが普及しているおかげで今の若い世代って大人たちよりも知識豊富だったりすることってありますよね。特に Black Lives Matter とか LGBT に関しては正義感が強いジェネレーションと言われています。にもかかわらず上の世代からは、若いんだからまだまだ知らないんだからとバカにされがち、若い時はあなたが何も知らないと人々は決めつけている、この歌詞にそのような意味を込めているんではないかと私は解釈しました。では次、ミュージックビデオの解説です。まず最初にこの鍵盤1個だけ欠けているの後で話すので覚えておいてくださいね。小屋でテイラーはピアノを弾いていますが、ピアノの上にいろんなものが置いてあります。この時計の針は1と3、彼女の大好きな数字13を示していますね。そしてこちらにあるおじいさんの写真、これはテイラー・スウィフトの祖父の写真なんですけど、エピファニーっていう曲がアルバムの中にあって、これは第二次世界大戦、おじいさんが兵隊だった頃の世界を元にインスピレーションを受けて書いた曲だそうです。テイラーのミュージックビデオの中には同じアルバムにある他の曲を示しているものだったり、いろんな印とかシンボルが入っているので、宝探し感覚で見てみるととても面白いです。最後にこちらロードアイランドの別荘の絵だと
言われているんですけど、これは The Last American Greatest Dynasty という曲を示しています。この曲もフォークロールのアルバムの中にある曲で、テアの有名な別荘の前のオーナーについての曲だと彼女は言っております。このミュージックビデオを見ていると、テアはピアノの中に潜って、どこでもドア感覚で小屋と自然あふれる天国のような夢のような世界と荒波の中、そしてまた小屋に戻るっていう冒険の旅に出ます。この4つのロケーションは恋愛のステージではないかと私は思っていて、まずお家でスタートして、次の自然あふれるファンタジーみたいな世界は恋愛においての盛り上がり期ではないかと推測しました。ベティとジェームスが付き合いたて始めた時のキラキラとした世界観を描いていると思います。で、次の荒波の中はベティが浮気されて信頼をなくして情緒不安定になっている時を表現しているのではないでしょうか。最後の方にピアノから降りる時、最初ピアノの鍵盤が欠けていたのが戻ってくると完全に治ってるんですね。欠けているのが元に戻ってるっていうのは、ベティもいろんなことに巻き込まれてたくさんの困難に立ち向かったけど、原点に戻ってまた自分を取り戻すことができた。恋愛を通してのベティの成長を物語っているのではないかと私は思います。誰もなんていうの、コンフォームしてないので完全に私の推測なんですけど、こういう捉え方もあります。さっき説明したのは恋愛のステージなんですけど、こちらの設定のトランジションはテイラー自身のキャリアの段階も象徴しているのではないかなと思ってて、デビュー当初この芸能の世界に入った時、最初はすごく華やかで注目を浴びて、なんて素敵な世界なんだ、本人も16歳で憧れの世界に入ったものですから夢が叶ったと言っていた、その時期を表していて、次の荒波のシーンはただ音楽の仕事だけをやりたいのに、メディアや他のセレブとのトラブルに足を引っ張られ、おまけにセクハラのこともあったり、世界中からの誹謗中傷にもあった、この一番辛い時期を表しているんではないかと思います。ピアノにしがみついているところが一番グッときて、前のマネージャーの会社が実はテイラーの昔の曲全部作詞作曲した曲を売っちゃったっていう事件できます。そういうスキャンダル、無許可で全部売っちゃったっていうニュースがありました。本当に悲しい出来事だったんですけど、人に裏切られ、いろんなことに裏切られた中でも音楽だけが自分の味方でいたのを、このピアノにしがみついているところを見て思い出してうるっときました。で、最後に小屋に戻ってこられたっていうのは、テイラーもサポートしてくれる方たちに身をまねながら音楽活動を再開している、テイラー自身のキャリアもミュージックビデオは象徴しているのではないかと思います。このミュージックビデオの最後のシーンにカメラを見つめるっていうのがあるんですけど、これはデリケートのミュージックビデオと似てるなと思ってて、デリケートのミュージックビデオのメッセージでは似たような感じで、最後に今4年間交際している彼氏を見つめる的なことを象徴しているのではないかと皆さん言ってるんですけど、そんな感じで今も愛する人たちと一緒に見守られながら自分を貫いているんではないかとね、言われています。そしてこのミュージックビデオはピーターパンへのアルージョンって日本語でなんて言うんだっけ、ピーターパンのお話の引用をこもっているのではないかとファンの間では噂になっております。まず歌詞ですね。 Chase two girls, lose the one. 2人を追うと1人は逃がす。確かピーターパンもリリーとウェンディが好きだったんですけど、2人とも失いましたね。 Try to change the ending, Peter losing Wendy.エンディングを変えようとしてくれたピーターパンがウェンディを失うよ。ピーターパンはずっと少年のままいたくてウェンディとお別れしてしまいました。ジェームスも成長できずお別れして、ベティの記憶の中ではジェームスは一生少年のままだっていうのを象徴しているのではないでしょうか。ベティとジェームスの関係をウェンディとピーターパンのリレーションシップと比べるのがすごいな。どこからそのような発想が来たんだろうと私は感心しています。成長できずお別れしてしまう、2頭を追って1頭も得ない。そしてもう一つ特徴的な歌詞は Chasing shadows in the grocery line、 会計の列でもあなたのことを思い出す。実はこの Chasing shadows、 影を追うっていうのはイギリスから生まれたフレーズで、ないものを追うという意味です。ベティの中ではもうジェームズはいないけど追ってしまう、心の中に残るほど特別な存在だった、特別な関係だった、切なさが強調されています。
テイラーはピアノからあふれる金の魔法のような粉に引きつけられてピアノの中に潜っていろんな場所へと移動していきます。金色の粉エフェクトがピーターパンの中でいうピクシーダスト、ティンカーベルが持っている飛べるようになるゴールドの魔法の粉ではないかとネットでは噂になっています。それからテイラーが着ているこちらの白いワンピース、今回はコロナのこともありましてスタイリング、ヘアメイク自分でやったらしいんですけど、まあ、自分でやったからこそもしかしたら可能性はあるのではないかと思うんですけど、この白いドレスがウェンディのパジャマに似ているなと思いました。そしてもう一つ共通点があるのは、最後小屋に戻るときテイラーピアノから出てくるんですけど、鍵盤に足が降りていくクロースアップのカメラのショットがあります。これはウェンディが初めて飛ぶときベランダから足を踏み出すシーンがあるんですけど、それのクロースアップショットと似ているから、またここでリンクもあるんではないかと言われています。まだまだあるかもしれないし、私が見逃しただけかもしれませんが、テイラーのキャリアとベティの恋愛のステップ、そしてウェンディとピーターパンの冒険の旅、3つのストーリーのナレーションを象徴しているのかなと私はミュージックビデオを見て思いました。カーディガンっていうミュージックビデオの最後の方に出てきた実際のカーディガン、可愛いなと思ってたらまさかのグッズでした。さすがです。この曲の作詞作曲、そしてミュージックビデオの監督までテイラーはしたんですけど、ビジネスの方もねちゃんと考えてらっしゃって、アメリカにいたら絶対私もネットで買ってたわ、あのカーディガン。今まではヒットを狙うようなノリノリの曲がシングルとしてミュージックビデオとして出てきたので、正直一番いいなと思う曲、歌詞が深いな、ソングライティングの才能が溢れているなと思うような曲はマイナーな曲になっていて、アルバムの中の全曲を聴かないと知らないっていうケースが多かったんですけど、これはシフティたちの間では言うまでもないことですが、ただ今作は感情的にも音楽的にも成長したテイラーを見せてくれました。作詞作曲家としての冠を取り戻す傑作アルバムではないでしょうか。雨の中お家に引きこもって毛布にくるまって聴きたいような曲、自粛をしたくなるような曲だよとテイラーはそんなようなことをツイッターで言ってて、本当にその通りです。ノリノリのポップも好きなんですけど、こういう曲の方が、ソングライティングの才能があふれ出しているので、あテイラー・スウィフトねって思う方でも聴いてほしいし、彼女の一番の魅力、才能はストーリー性がある曲を作れるっていうところなので、いろんな人に聴いてほしいです。最後までご視聴ありがとうございます。ちょっと愛が強かったかな。他の曲も解説しているので、ぜひそちらの方もご覧ください。いやまだね感動している、これは本当に好きです。はい、皆さんももう分かったと思うので喋るのやめます。シェアしてくださると嬉しいです。チャンネル登録や高評価お願いします。ではまた、バイバイ。